親方ももう53歳か。もう20年間もね、相撲部屋をね、やってるんですよね。あと7年ってことは、2026年ぐらいに、まあ60歳定年であれば、引退と。ね、他の年寄り交換画面にいる飛炎症か、春風か、あと空いてる、まあ、なんて読むかわかんないですけど、まあ、鴨の音なのか、相鉄、天武、波山かな？さんの誰かに、多分部屋をね、継いでもらうことになると思うんですよね。7年後を考えると、太郎はまだ、現役だもんな。怪我とかしない限りはね。はい。はい、どうも、こんばんは、ピヌさんです。チャンネル登録、高評価いつもありがとうございます。コメントもありがとうございます。日本大相撲をやっていきます。そうそうね、いい頃合いですよ。だってもうそうそう、多分今日の動画じゃまだか。もうそうそうね、ようやく今の時代に追いついてきましたからね。2019年6月2日日曜日です。日本全国おはようございます。さっきね、こんばんはって言ったばっかりなんですけども、まあ稽古指示から見ていきましょう。特に気力を落としてるのはまあ盤石ぐらいですけど大丈夫ですね。では進めていきます。相撲教習所に大地が入所して玉木が卒業しました。日野松幸が虫歯で、相撲カードに関しては、前回の終盤で言った人の他に、敷島さんが、新たに解放されてましたね。あれ？武蔵丸から白獅子に出稽古の申し入れ。ほー。でも断る。ちょっと、怪我したくないんで。んで、巡業は、まだ入らないか。この時期なかったんでしたっけ？あ、松幸32歳か。はい、巡業はあれか、7月場所が終わってからでしょうね。いいえ。はい、で稽古開始というかね、まあ特に稽古指示をすることがないので進めていきます。うん、柔軟性が上がるのはいいことですね。うん、堀内くんもそろそろね、仕上がってきてるんじゃないかなと思うんですがね。受けない。うん、はい、現地入りしてください。番付発表。うん、おお、松幸が前頭筆頭まで上がりましたね。縦風も前頭12枚目、来鵬も前頭13枚目。うーん、芝今どうした、下がっちゃったね。うーん、太郎もそうか。もうちょっと頑張ってほしいよね。日野康生、慈雲もね、頑張りどころだな。松幸筆頭だけどな、どうだろうな。ここで壁にぶち当たるとは思うんだけども、頑張り次第ですよね。夏前田上げてますね。喜びも上げてますね。あとは玉木と梅木も上げてます。この辺は結構番付バゴンと上げてますね。で、大地くんが初土俵を迎えますね。幕の内の番付見ていきましょう。久しぶりですね。白獅子が大関にいます。貴ノ浪いて、若の花が小結びですね。うん。あとはご覧の通りになってますね。はい。今場所は、前田が幕下48枚目に昇進。来鵬が前頭13枚目に昇進。縦風が前頭12枚目に昇進。以上ですね。はい。うん。おー、いいね。100人も増えるのいいね。はい。まあ、盤石もそろそろねっていうところはあるんだよね。うん。玉春日さん、受けない。ちょっと稽古指示を見て、大地くんとかがどんな技持ってんのかな？あ、彼はそんなに技を持ってないですね。
で、盤石はもう厳しくなってきましたね。ジョニーダン121枚目だから、彼ももう引退かな。で、菊川くんは、まあなんとかね、盛り返してきました。梅木くんね。あ、梅木くんもそんな技はないや。でも貴重な逸材。ボタン。あー、ボタンも、厳しくはなってきてるけど、まだ3段目だからな。玉木くんね。あー、玉木くん成績がいいな。20勝1敗。でも彼、早熟なんだよな。喜び。喜びはまだいけますね。んで、佐藤くん。はい。前田の純ちゃん。純ちゃんは技のデパートだな。いや、デパートってほどないけど、熟練度が高い。全部の技が。へぇ。で、将来の横綱候補と目されてる夏ね。まあまあっすよね、まあまあ。で、堀内くんもね、いいところに行けると思うんだ、俺は。でもまあまあだな。まあまあばっかりだ。飛龍閣はそろそろね、もう36歳なんで、行けるところまで粘ってもらってって感じかな。またね、重量に戻りたいですけどね。で、ジウンも34歳ですけども、なんかいい感じの取り組み方してるな。で、吉田くんね、日野高生。熟練度はそんなに高くないね。で、太郎。太郎は技の熟練度、高いな。成績も悪くないんだよね、そんなに。ただこの時期ちょっと壁にぶち当たりますね。あー、でも25歳か。で、柴今ね。柴今最近ちょっと厳しくなってきてるというか、ムラがあるね、少しね。で、ライフォー。ライフォーも熟練度高いな。成績もいいしね、彼は。岡田正幸ね。で、縦風ね。縦風も村があるな。あー、すごいな、この村。あー、そっか。重量ではすごい強いんだけど、前頭に入っちゃうと、ちょっと厳しくなってんだ。あー、壁ですね、これは。熟練度は高いね。で、松行も熟練度高いですし、成績もいい感じ。まあ、ここに来てね、怪我が少なくなって安定してきた感じはありますね。んで、白獅子。白獅子も強いよな。負け越しないもんな。技の熟練度も高いや。まあ、頑張っていきましょう。はい。前田の誕生日です。おっと、風か。あー、やばいやばいやばい。風が映ってるな。はい、治りましたね。抱負、そろそろ縦風が勝ち越しになるよ。はい。縦風と松行がどこまで粘れるかっていうところは、今回の場所の見どころにはなりますよね。で、夏と、喜びの稽古を元に戻していきますと。はい。それでは愛知県体育館に行きましょう。では、白獅子見ていきましょう。これはお任せで。時間いっぱい。
体の差は大きいな。倍ぐらい違うんじゃない体重。そんなことないか。よし、組めた。いやー、強い。これは強かった。豪快に決めました。一方的な相撲です。白星スタートです。うん、松雪が初日白星、縦風も2日目勝ってますね。うん、玉木の誕生日、はい、おめでとう。佐藤の誕生日、おめでとう。おっと、久しぶりに来た。怪我。剣の断裂か。来たな、久しぶりに。7日目、黒星、栃東か。太郎も重量でいい感じですね。夏が全勝。玉木くんと、菊川と大地も全勝ですね。はい。はい。じゃあ、大地の取り組みを見ましょう。まあ、お任せで。西方。制限時間いっぱいです。いい形になりました。これはいったね。腰が浮いた。前に出る。寄り切り。よし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 。万全の体勢で寄り切りました。これで勝ち越し、白星が先行です。はい、いいですね。そうですね。栃東戦見ましょう。栃東ね、なかなか勝てないよね。あと1勝か2勝で解放なんだ、でも。いい戦いをしてる。お任せ。制限時間を迎えました。さあ頑張れ。いい形になりました。耐えられるかな。お、耐えた。流れが変わった。流れが変わった。よし、いけ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 るぞ。よーし、投げたー。上手ひねり、やったー。やりました。芝今なかなか見応えのある一番でした。これで勝敗を五分に戻しました。よしよしよし。太郎も土がついたか。芝今後半で盛り返したかな。白獅子ここから難しくなったな。白星重ねていければって話なんだけどな。優勝争いにもちょっと絡めてないな。あ、でも分かんない。あ、松雪嫌な予感す。肉離れだ多分。よかったー。軽い怪我だった。あー、黒星か。はい、よかったね。おお、あー、セーフ。あーセーフ。怪我が出てきたね。9勝5敗。まあ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 ですね。まあまあですね。この辺の幕下の方々は、もう1勝できればって話なんだけどな。ここで停滞してるな、4の3だとな。
あとは菊川くんと大地が優勝決定戦に行けるかなという感じですね。幕の内の優勝争いを見ると、武蔵丸と貴乃花、武双山という感じ。重量琴光喜と玉力道さんですね。では各段優勝を見ていきます。大地と菊川ね、幕下、夏いるわ。幕下大変なことになってるけどね。まず順番に見ていきましょう。はいはい。制限時間いっぱいです。まあここは大丈夫だと思うけどな。よし、決めた。おお、釣り落としってあんな感じなの。珍しい決まり手です。珍しいんだ。優勝です。全勝優勝を果たしました。はい、釣り落とし。次、菊川くんね。菊川くん優勝してほしいわ。彼とはいろいろあったからね。最近まで。親方の相撲の方針についていけませんとかね。言われましたから、直接ね。時間になりました。体格には差がありますね。胸を合わせる。よし、組めた。右上手を取りました。組めた。投げるんじゃないか。寄った。左を覗かせています。腰が浮いた。これは寄れるでしょ。よし、オッケー。よかった。序二段優勝だ。序二段優勝です。全勝優勝を果たしました。いやー、立派。で、次、幕下ですね。幕下。優勝決定戦、みない、みない、水戸泉負けた。はい、これ夏がさ勝っちゃうと、優勝すると重量にぐっと近づくな。制限時間いっぱいです。右上手を取りました。差して争い。よーし、組んだ。いやー、強い。いいぞ。優勝決定、巴戦に臨みます。よし、はい。制限時間いっぱいです。さあ、おっと、踏み込んだ。耐えろ耐えろ激しい耐えろ、押し出し、耐えられなかった。残念。南原、優勝決定戦に進みます。ああ、まだある。はい、制限時間いっぱいです。いい形になりました。同じ形だ。足を入れる。押した。激しい逆転できるかな。できなかった。これで坂口さんの優勝は決まったかな。幕下優勝です。はい、大地と菊川が頑張りました。はい、おめでとう、おめでとう。おー、武蔵丸さんが優勝。こちら3勝。はい、太郎が頑張ってましたね。
白獅子は後半、後半だな、後半ですね。あとはまあ下位の子たちも頑張ってますね。はい、はーい、はい、はーい、うん、ライフォーね、そうだね、ライフォーも怪我ね、みやびやまさん受けない、稽古指示、まあ巡業がそろそろ入るとは思うんですが、盤石をね、盤石、全敗全、ああまあ怪我明け、まあまだ大丈夫か、まだ大丈夫だ、うん、はい、じゃあ稽古をね続けていきましょう。ああ日野寺運はまだ大丈夫じゃないかな、うん、はい、ちょっと自運の成績見に行きましょうね。喜びもそうか、あもう8月1日だ、太郎も26歳か、頑張ってね、はーい、海ね行きましょう、はーい、楽しいっす、よかったっす、はい、うん、ああでも17歳上がってんじゃん自運ね、ライフォーあと11日で、ここで巡業が入るね。で、ジウンの、いやーまだまだいけるでしょう彼は。でもなー、なんかベテランみたいな成績のまとめ方してきてるな。前頭13枚目まで行ってんだ。いやまだまだいけますね、全然大丈夫ですね。はい、じゃあ巡業が明けてからですね、ライフォード、気力アップ大作戦ね、松雪と芝居間と白獅子と太郎と立風が巡業ね、はーい、うん、はい、ライフォードあと4日、おーよかったね堀内。ここもで佐藤が風で、そろそろ来訪が帰ってきて、はい、おめでとう、うん、堀内が巻き返し、小鳥さんは受けない、そうですね、まずは、ライフォーの気力を上げましょう。ああ、間違った。3番稽古じゃないですね。申し合いですね。で、相手が、じゃあ、盤石と、まあ、特に問題がないんであれば、はい、喜びで。来訪と喜びと盤石に申し合いをさせて、残りの子を全部お任せに戻していきます。はい、戻しました。はい、おっと、うん、まあね、おう、よかったよかった。で、ライフォーが戻ったね。はい、オッケー。彼まだ23歳か。23歳でもう、あれか。重量と幕の内を行ったり来たりしてるんだ。うん。はい。うん、虫歯、10億円、
うん、いいね。柔軟性が上がるのは大事なことです。いけない、稽古指示はまあ大丈夫ですね。ちょっと芝、番付発表だ。うん、松行が3枚下げました。芝今ついに十両筆頭まで陥落したか。太郎が上げてきましたね。縦風も陥落してるな。雷鵬も陥落してるな。日野恒成と慈雲と飛龍閣はさ、5勝2敗とかになればさ、十両戻れんだけどな。もう夏が追いついてきちゃったね。夏はまだ20歳だ。ああ。堀内くんもね、食らいついてますよ。この辺、世代交代と若さで、ちょっと層が厚くなってきてますね。はい。今場所は雷鵬が十両8枚目に陥落、芝居間が十両筆頭に陥落、立て風が十両4枚目に陥落以上ですね。はい。あー減った、115人は減ったな。うん。はい。夏いいね、柔軟性が上がって。うん、受けないで稽古指示、芝今はお任せにして、あと大丈夫ですね。はい。あー豊富ねー。あー最近松行調子いいか、松行が勝ち越しになるよ。はーい。うん、秋場所ですね。もう早速行きましょう。敬老の日ね。もう肩揉んでください。はい。うん、お、いいね。松行の調子が良さそうだな。逆にちょっと白獅子が序盤で黒星ついてるな。あー難しいか。ボタンセーフ。ふう、高遠力、玉春日、宮城山。あーでも序盤で苦手な力士には当たってるんだけど、難しいな。大関はあれか、2場所連続負け越すと陥落しちゃうんだよね。佐藤、前田、梅木、玉木、喜び、全勝ですね。はい。白獅子の調子が今場所は悪いですね。はい。負け越しちゃうな、これは。うん、よし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 。芝今と雷鵬は調子出てきたかな。よし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 。ここから全勝でいけないかな、白獅子。よし、いいぞ、盛り返してきた。まだわからんぞ。うん。むずいね。雷鵬すごいな、後半戦。あー5の9。いいところと分かってんだけどな。でも松行、芝居、あ、芝居今十両でね。で、雷鵬も、雷鵬また12の22だから、ここの2つね、まあ、稲栄さんだからしょうがない、しょうがないけど、もったいなかったね。優勝決定戦、多分また雷鵬いけるな。日野恒成はまたちょっとね、無難なまとめ方してるけど、
飛龍角崩れたな。夏も勝ち越せなかった。下の方は、うん、優勝決定戦難しそうですね。来訪ぐらいですね。はい、まあ来訪が十両の優勝争いどうかなっていうところでしょうね。あー、幕の内はでも荒れてますね、少しね。うん、十両、あー来訪朝の勝時の花か。芝居間と太郎もね、いい位置にはいたんだね。じゃあ来訪の戦いを見ようか。これは最低でも勝たないと難しいかな。あーでも分がいい、相手の分がいい。これ任せていいでしょう。来訪はまだ若いからな、言ってもな。勝ちたい。いい形になりました。いけた、これはいった。よーし、オッケー。これは楽しみな存在ですね。しかも怪我明けだしね。万全の体勢で寄り切りました。12連勝です。12連勝。ああ、コナミ親方のコメントがあったね、今ね。では各段優勝に行きましょう。うん、三つどもえだ。三つどもえの小劇場だ。はいはい、はい、うん、時間いっぱい。さあ勝ちましょう。よし、いい形になりました。いけ、いった、右上手を取りました。おお、いいね。優勝決定戦に進みます。いいですよ。はい、うん、時間です。制限時間いっぱいです。さあ、いい形になりました。よし、いった。このまま攻め切りたい。これは大丈夫だ。寄った。激しい動きです。寄り切り。よし。よくやった。十両優勝です。立派。いやー、やったー。来訪が勝ちました。おめでとう。あとはそうだな、まあ相撲カード取り組みとしては陶器戦と無双山戦を見たいところですので見ましょうか。まあこの辺あれなんだよね、もう重量で被っ、一応リスト的には被ってないんだけど、そもそもカードの対象かどうかっていうのがちょっと微妙なラインではあるんだ。でも前頭7枚目だしな。よし、松行き行きましょう。9勝目。うわー、そうだった、もみあげ。わー、いった、よかった。この感じだと陶器さんはスモーカーと対象ですね。陶器背中を向けてしまいました。9勝目です。うん、おっきいね、やりました。優勝は貴乃花さんでした。こちら3勝です。白獅子が崩れましたけどね、来場所頑張って立て直しましょう。ということで来訪頑張りました。はい。
はい。うん。飛龍閣ね。まあまあこの辺は休みがあったんでしょうがないんですけど、んで一応ね指示を見て、あ、まあ巡業行っちゃうんだけど、あ、巡業中だからコメントが出ないか。ちょっと待ってね。盤石はどうだった成績。ああ、まあ勝ち越してました、勝ち越してますからね。いいですね。勝ち越してマシュからね、ねって言ってしまったね。はい。はい、ということで日本大相撲やってきましたね。うん。まあ柴今と白獅子がちょっと衰えが見え始めたかなっていうのはね、感じる。柴今も今、まあ次ね、また前頭に戻ってきますけど、重量に一回行っちゃいましたし、白獅子もね、初めて負け越しましたね、大関になってからね。まあ次が角番になるのかな、確かね。いやー、頑張りたいね。まあ勝ち越せればね、いいだけの話ですからね。また次回もやっていきたいと思います。もうね、10月に入りましたんでね。ようやくね、追いついてきましたね。現在にね。はい、ということでね、もう寒くなってきましたのでね、皆さんもね、体には気をつけて、元気いっぱい頑張っていきましょう。それでは、またご覧ください。えい、えい、おー、さよならー。